ラジオネームトゥーパンプスさんからいただいております。私があることをきっかけに変更したのは言葉遣いだそうです。うん、昭和の大横綱、後に相撲協会の理事長になったといえば。静かだね、誰も答えないんだ。あ、俺早押し、早押しです。どうぞどうぞ早押し。俺ね、相撲苦手なんだよやれとは言ってないですけどえ、知らないっていうかね、あんまり北の海さんですって。北の海、北の海さん、はい、うーん、お会いしたことがあるそうで、うん、誰に対しても敬語を使われていたそうです。あー、偉い方なのに。テレビでしか知らない人には信じられない話だと思いますとね、うん、ある時私は北の海さんに、なぜ私のような年下にまで敬語を使うのですかと聞いたことがあります、うん、すると私はね、小学生の時から相撲の世界にいて学がないのです。だからある人から恥をかかないように敬語を使いなさいと教えられました。この素直さと謙虚さが昭和の大横綱を生んだのだと思います。私はその時から北の海さんの真似をして人と話す時の言葉遣いに注意するようになりましたと。ねえ、学んだんだね。学ぶ方がすごすぎてね。うん、やっぱな、学ばないとダメだな自分、ね、今更だけど言い聞かせておりますけど、うん。